皆さんこんにちは、大瀬です。今日の動画は、今日の晩にですね、ついに、届きましたものがあります。それがこちら、琉球ゴールデンキングスのファンクラブ特典でございます。今までファンクラブの特典、こういうね封筒で、届いていたんですけども、今回は、はい、こちら箱で届きました。箱で届いたのを見た時ね、びっくりしました。年々琉球ゴールデンキングスの特典が豪華になってると、あとは定調感がすごいと思いました。まるでね、お歳暮が届くかのように琉球ゴールデンキングスさんからね、グッズが、箱で届きましたので、こちらを開封していきたいと思います。それでは早速、琉球ゴールデンキングスの、2020-21 年シーズンのファンクラブの特典を開封していきます。それでは開けていきます。まず琉球ゴールデンキングスの、おそらくこれはお礼の、メッセージが入った、手紙だと思います。はい、中にはまず、ゴールド会員の内容の紙と、そしてこちらゴールド会員のカードでございます。今回ゴーヤクラブのカードが、沖縄アリーナの完成図を描いたカードとなっています。ちょっとね、指でね押さえてるとこ、ちょっと会員ナンバー載ってるんでごめんなさい、ちょっと伏せさせていただきます。今回ユニフォーム、ネーム加工っていうのが、事前にできましたので、僕も事前に、ネーム加工させていただきました。そしてネーム加工の、注意書きがありまして、そして、メインとなりますこちら、もう番号載ってるんですけど、今回ネイビーカラーの、琉球ゴールデンキングスのユニフォームが届きまして、ナンバリングを14番岸本選手にしました。今回琉球ゴールデンキングスで初めてのネイビーカラーのユニフォームが、ついに、特典並びに、レプリカユニフォームとして登場しました。今このネイビーカラーのユニフォームを持ってるのは、2020-21 年シーズンのファンクラブ特典を加入した人のみとなっています。そして今回、前回はナンバリングを来た後にまたちょっとレターパック等で送って、また送ってくるっていうのがあったんですけど、今回はその手間を省いてくれまして、事前にもうナンバリング加工を言って、そして今回届いた時にはもうすでにナンバリング加工をしてあるという仕様で届いてくれました。今回ナンバリング岸本選手にした理由は、やっぱりネイビーカラーが今現時点ではレアなユニフォームでもありますし、やっぱりミスターキングスである岸本選手のちょっとナンバーが欲しいなっていうのが一番強かったので、今回14番にしました。裏面にも、14番岸本選手の名前がきっちり載っています。ちなみに今回の素材なんですけども、ちょっとねズームにしたら分かるかなと思うんですけども、メッシュ加工がされています。今までのユニフォームにはその加工がなかったんですけども、今回メッシュ加工になっていまして、上からね重ね着してもそんなに熱くないかなっていうふうには思います。ファンクラブの特典のグッズ紹介に戻ります。続きましてこちら、最後になります、トートバッグでございます。こちらのトートバッグもね、なかなか、大きいトートバッグになっています。縦が32センチ、横が44センチの、トートバッグなんですけども、結構実用性がありまして、琉球のホームゲーム、もしくは、アウェーのゲーム行くにもこのバッグは、重宝するかなと私は思います。10月からゲームが再開した時には、このトートバッグも持っていきたいなとは思います。以上が、2020-21 年シーズンのファンクラブのグッズ特典紹介の動画になります。今回も、琉球ゴールデンキングスのファンクラブに加入したんですけども、加入したとして一番豪華なファンクラブ特典かなとは私は思います。まずやっぱ箱で届いたっていうのもちょっと何度もいいんですけど、やっぱテンションが上がりまして、そして実際に中身確認しまして、やっぱり一番気になりましたこちらのユニフォーム、ネイビーカラーのユニフォームもすごいテンション上がりましたし、そしてこちらの、トートバッグも、実用性にあふれた、特典になったと思います。そして今回こちらのね、カードのデザインも、沖縄アリーナがドーンと載ってる、カードに、こちら、ちっちゃくなんですけども、ゴーヤクラブと、書いてる2020-21 シーズンを加入した人だけの、カードとなっていますので、やっぱりこのカードも、貴重なカードになっていると思います。2020-21 シーズンこそは沖縄に1回は行って
ちょっと試合を見たいと思います。こちらのネイビーカラーのレプリカユニフォームを着て観戦したいです。そのためにもやっぱりちょっと一刻も早くこの状況が終わってくれることをやっぱ願いたいです。やっぱそれが終わってくれないとやっぱ自由に沖縄もやっぱ行けないですし、やっぱアウェーの試合っていうのはやっぱちょっと人数制限かかってやっぱ見づらくなると思いますので、一人でも多い琉球ゴールデンキングスのファンのみならず、このバスケチームのやっぱファンもやっぱ一人でも多くバスケの試合っていうのをやっぱりあの会場で熱を帯びて見た方がやっぱ楽しいと思いますので、この厳しい状況が終わってくれて、やっぱりみんなでバスケ観戦っていうのを楽しみたいと思います。そしてまあ琉球ゴールデンキングス、あとは外国人選手が誰になるのかっていうのが気になるところなんですけども、その状況も待ちまして、まあ琉球ゴールデンキングスの今後の続報っていうのも見ていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。